抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日7月15日も金曜日ですね、20時を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。はい、そして本日のお客様、ミュージシャン、ミュージシャンをされております、清水真由さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、お母様ですね、はい、お母様の清水千鶴様ですね、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでまずね、ミュージシャンということで音楽をされているということですね。で、どのようなことをされているのかってちょっと教えてもらっていいですか。音楽はどんなことやってるんですか。音楽は、うん、ピアノをやってまして、うん、いろんな曲、うん、いろんな曲を弾いてます、うん、ピアノを弾いてる。でいろんな曲、どんな曲弾いてるんですか。だいたいジャズ系とか、うん、ジャズ系、あとは、うん、アニメだったり、うん、ジブリだったりをやってます、うん、おアニメだったりジブリだったり。あ、ジブリはなんかちょっと可愛らしいですね、はい、ねえ、何人で音楽やってるんですか。このグループは4人です、ね、あ、音のリボン、音のリボン、これですね、はい、こちらですね、はい、音のリボン、ね、音のリボンというグループなんですね、はい、そうです、音のリボンというグループは今話したジャズ系だったり、まあ、違います。あ、違うね、違うね。あれですよ、ジブリだったりとか。この音のリボンは全体国普通の、うん、を、うん、やってます。ごく普通の、ごく普通の。いろんな曲ね。いろんな曲。音のリボンは、はい、このグループは、どういう場所で演奏してるんですか。だいたい横浜付近。あ、横浜付近でね。で、定期的にやってるんですか。いつやるんですか、こちらは。演奏会とかやるんですか。あまり覚えてないので。うん。うん、前年に1年ぐらいかと。年に5回から6回くらいのコンサート。だいたい横浜が多いんですけ ど, ど、ね、あと学校とか病院とか福祉施設とか老人施設とかそういったところに、はいはいはい、呼んでいただければどこでも、うんうん、あ、なるほど。この5人のメンバー、4人のメンバー、はい、4人のメンバーでやるんですね、はいはい、じゃあ、呼ばれるとこの4人のメンバーが揃ってみんなで行くわけですね。そうですね、最近ちょっと仕事を、うんうん、しているので、娘の場合は平日はなかなか難しいんですけど、うん、そういう時は3人で行ったりっていうこともあるんですね。あ、なるほどね、はい、じゃあお呼びすれば、はい、地域とかはなんか限定されちゃう、まあ、横浜付近なんですかね、まあ、関東でしたら、ね、まあ、ピアノのあるところでしたら、うん、あ、なるほど。でも、はい、大体関東近辺ですかね。はい、そうです ね, そうですね、関東近辺で、はい、お呼びいただ、呼んでいただけると来ていただけると、はい、いうことですね、はい、いろいろな音楽ってどんな音楽なんですか。 それぞれ、うん、障害を持っておりまして、うん、脳性麻痺の方もいるし、うん、前はダウン症なんですけれども、ダウン症の子、あと自閉症の子、うん、それぞれ個性があって、うん、一曲もとても特徴がありますので、うんうん、前なんかは割と筋力がとても弱いので、 あと手がねすごくちっちゃいんです。あ、本当だ、ちっちゃい。かわいらしい。オクターブとこれで届くのっていうぐらいが。あ、そういうことか。あとは性格的にもすごく穏やかなので、うん、ゆっくりした優しい感じの音色の曲を、うん、選んで弾いたりしますし、あと男の子はすごく力強いタッチで、はいはい、バーンと迫力のある演奏して、それもすごくお客様に好評いただいたり、はいはい、クラシックなんですか。クラシックから
アニメソングもありますし、うん、童謡もありますし、うん、もう何でも、はい、いろいろ場所によっても曲を変えたりとかします。すごいじゃあレパートリーが広いですね。そうですね、最近もう活動始めて5年目に入るので、いろんな、はい、曲ができるようになってきました。あとアンサンブルをやったりとか、と母たちの話もあります。あ、母たちの話、はい、お母様、そうですね、の、はい、体験談みたいな、今まで育ててきてっていうお話をさせていただいたり、はい、でちなみに今働いてるって言ってたけど、今どんな仕事してるんですか？今は、うん、女性がつけるようなジュエリー。ジュエリー、ああ、女性がつけるジュエリー、イヤリングとか包みの方 で、うん、でイヤリングとか、うん、ピアスとか。ピアス今検品してます。おお、検品してるんだ。だいたいどのぐらいの時間働いてるんですか？お昼と休憩時間を除いて、うんうん、かないで、うん、だいたい6時間ぐらい。おお、すごいすごい、6時間、毎日、はい、土日は休みで、土日休み、はい、今日は仕事をしてきてくれたんですね。はい、はい、明日土日なんで今日ゆっくり入れるかな、ここに大丈夫です。大丈夫です、はい、遅くなっちゃってね、本当にもう、はい、ということで、でちなみに音楽を始めた、あ、その前にその練習はどのぐらいするんですか？だいたい2時間あたりです。2時間ぐらい、なるほど。毎日？毎日です。お、じゃあお仕事終わって帰ってきて、で30分休憩して、30分休憩して、で練習です。練習して2時間練習して、でその後ご飯食べる、夕ご飯。そうです。お、でもそれが日課になってるんですね、日々日々のね。で、この音楽を始めたきっかけってどんなことだったんですか？どうしてこの音楽を始めようと思ったんですか？それは、始めたのが5歳なのでピアノを習い始めたのが5歳なので、本人はもう全然覚えてないんですけど、代わりに。そっかそっかそうですね。あ、もうじゃあお母さんがそのピアノを、はい、習わせたというか、習ったらどうかって。もともと私の母が、ピアノは指先を使うから、はいはい、脳の発達にいいんじゃないかっていうことで、療育の一環みたいな気持ちで、あとはダウン症の子供たちって音楽とか、すごく好きなんですよね、うん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 、歌ったり踊ったりっていうね、ああいう、なのでなんだろう、やらせてみたいなっていう気持ちがあって、はい、どうですか、ピアノ最初に始めてからもうそれこそ5歳ですか、15年以上やってらっしゃる。そうですね、ね、17年になります、ね、大ベテランですよ。そしたらね、あ、17年もう最初は続くかなっていう気持ちだったんですけど、10歳ぐらいの時に障害者のピアノのコンサートに初めて出場させていただいた時に、もうなんかその時品川でやったんですけど、もう25人ぐらいのいろんな障害のある方が、ピアノだけなんですけど、出られてて、でもそれをもう初めて見て、もうすっごく感動して、やっぱりなんかね、いろんな、本当にいろんな障害の方がもうこんなに頑張ってるのに、私は何だろうっていうぐらいな、なんかもう衝撃を受けて、でそれでその場に娘が一緒にいられるっていうのがすごくなんか嬉しいっていうか、本当に感動したのを今でも覚えてるんですけど、その気持ちでもう続けてほしいと、ぜひ、でみんなが目標にしてくれるような、同じ障害を持つ人たちが希望を持ってくれたらいいなっていう思いとか、いろんな思いがあるんですけど。これピアノ始めて何か変化ありましたか？ご本人もそうだけど、周りの人たちも。
本当にあのつながりが広がって、うん、たくさんの友達が国内もそうですけど、あの海外にも何回か行かせていただいたので。海外にも、はい、どちら行ったんですか。食べた最近はアメリカのサンフランシスコとか、ラスベガス。おー、ラスベガス。みんなでこの5人で、あ、4人で。そうです、その音のリボンの、音のリボンで、はい、4人で。すごいな。アメリカどうでしたか。楽しかった。4人で行ったので、結構楽しかったです。結構楽しかった。もう4人は仲いいのね、とってもね。あ、そうでもないの。よくわかんない。よくわかんない。よくわかんない。個性がね、皆さん、ね。あ、みんなあるからね。あ、そうか。なんか面白い仲間って感じで。あれで、あの喧嘩とかしないですか。喧嘩はしないです。ないですね。穏やかなんです、みんな。みんな穏やか。はい、すごくあの、うん、いい子たちなので。なるほど。仲良し。仲良しで。はい。アメリカも行っちゃうとすごい。他にはあれですか。アメリカ以外に行ったことあるんですか。あとカナダに。あ、カナダ。え、もう5年ぐらい前かな。その前、一番最初にニューヨークのカーネギーホールで演奏させてもらったっていう。うわー、カーネギーホール。はい、もう今考えたらすごいことだなと思うんですけど。すごいです、ビッグスターですよ、ね。はい、もうその時あのそういう障害者が、障害があってもあのピアノができるっていうふうに最初にその立ち上げた武蔵野音大の迫田先生って方が連れてってくれたんですけれども、すごくもう何でしょうね、あの世界でやろうっていう熱い思いがある方で、すごい日本じゃダメだっていう。日本じゃダメなんですね。そっか、もうみんな引き連れて連れてってくれて、でも、はい、おかげで、ね、はい、どのぐらい見に来てくれてました、その時の。もう満席です。満席だと何どのぐらい入るんですか。どのぐらいですかね。500ぐらいですか。1000ぐらい。いやちょっとわかんないですけど、多分あの小ホールだったと思うんですけど、でも見た人たちはみんな勇気もらったんですよね。やっぱりね、嬉しいんですけど、そうそう、はい、ね、こんなに頑張ってるんだっていうのを見れると、はい、ね、後から続く人が勇気もらえますね、はい、あのもしかしたらっていうか、あの我々も勇気もらえますね、はい、私たちも勇気もらえますね、はい、もうすごく、そうですね、温かいものが、そうそうそう、残るあのコンサートに、していきたいなと思って。あ、素敵ですね、はい、ということでちょっとこちら行きましょうか。じゃん、カード引く、引きます、カードこれ価値観カードって、これキーワードが書いてあるんですよ。で、言葉が書いてあって、で今のお話の流れの言葉が出てくるかもしれないどうぞ引いてください。じゃん、お、来たね、もう来ましたよ、すごいバッチリチームワーク、すごいね、神がかってますね、これね、はい、そうなんです、なんか ね、この子ね出会いがすごく、あのいい出会いをたくさん運んでくる、すごい、まさに今この4人のチームワークの話ですよね、はい、本当にそうなんです、なんか鳥肌立っちゃいましたこれ、ね、チームワークでなんかこのなんかパッと思いつくような名場面みたいなのありますか。チームワーク、あまり思い出ないんですけど、大体全員が同じ楽器でやることが多いので、いろいろな曲をみんながやってて、それがチームワークなんだなと。ですよね。やっぱりね、とかいろんな音がこう混ざって初めてね、一つのこの音楽が出来上がってくるのね、だからこのチームワークよくないとね、演奏できないですもんね。鈴木さんいかがでしょうか。そうですね、やっぱり障害のある子を育て始めた時は本当に孤独で、この後どういう
人生が待ってるんだろうっていうショックと悲しみでいっぱいだったんですけど、やっぱりあの家族もそうですし、あと出会った仲間たちもそうですけど、みんながやっぱり助けてくれて、あの一緒に育てていこうよっていうことをみんなが言ってくれて、実際も本当にそういう温かい出会いがたくさんあって、逆にだからこういう子がいるからそういう出会いをプレゼントしてもらってるんだなっていうことを本当にひしひしと感じながら毎日暮らしてるので、なんかもう全てがチームワークというか。ああですね、はい、なんかやっぱり人って一人じゃ生きていけないですもんね。誰かの助けがあって、もうこういった私も仕事してますけど、この仕事ももうみんなそうですもんね、本当に一人ではできないので、本当におかげさまですっていう感じですよね、ありがとうございます。はい、ということで、こちらちょっとご紹介してもらっていいですか。これなんですか、こちら、こちらは。はい、あの娘が入っている NPO 法人の夢の花かなで愛という、あの素敵な名前のグループで、あの娘あの国立音楽院という学校に3年間通ったんですけど、そこであのジャズを教えてくださってる池田先生が、あの立ち上げた活動なんですが、みんなジャズですか、これ入ってるの、この CD に入ってるの。いろいろです。はい、まあ、大体先生が作曲したり編曲してくださった曲が入ってる CD で、やっぱりあの障害を持つ6人のメンバーが、あのこれはまた違うグループなんですね。そうなんですね、ステップバイステップ、はい、というグループじゃなくて、あ、グループ名はないんですけど。ないんですね。あ、この CD そのものがステップバイステップという CD ですね。はい、はい、タイトルです。なるほど、はい、これはどうしたら手に入るんですか。あ、これはですね、さっきお伝えした夢の花かなで愛という、あのホームページがありまして。ホームページ、夢の花、夢の花かなで愛という、かなで愛、はい、夢の花かなで愛、はい、このホームページはどうやって検索するの。あ、その名、今の名前で、夢の花かな出会い、はい、これは夢の花は夢は漢字、はい、夢の花、はい、で奏でるね、はい、奏で合いですね、はい、あ、なるほど、夢の花奏で合いですね、はい、のとあの キーワードを入れていただいて検索していただけると、はい、ホームページができる。はい、そうです。その夢の花奏で合いというホームページなんですか。はい、そうです。あ、はい、そこで販売してる。はい、そこで買えます。はい、他に何か販売してるものとかあるんですか。いろんなもの、グッズを、Tシャツ、あ、この T シャツ、あ、ぜひこの T シャツちょっとご紹介してください。あ、これはですね、その、アイネコさんっていうキャラクターを、なんですけど、ミュージックイズラブってありますね、はい、そうなんです、あのいつも音楽は愛だと先生が素晴らしい先生です。はい、あの被災地支援も、だって東北 is always in our、そうなんです、ソーツ、はい、はい、あ、はい、自分の思いの中にあるという、はい、東北も行かせていただいて、あの陸前高田と気仙沼の方に2年前に行ったんですけど、でそこでコンサートもさせていただいたりとか、いや、いろんなとこ行ってますね、はい、日本中結構行ってるんですね、そういう、はい、意味では。そうですね、北海道から九州まで、うわ、すごいな、行かせていただいてます。もう引っ張りだもんですね、そしたら。はい、はい、ちなみにこれから予定はどんな感じですか。あ、今後の予定は、あのまた、毎月ちょっとあのコンサートがそれぞれ、グループで、グループであります。この2つのグループで。そうですね、他もあります。あ、いくつぐらい入ってるんですか、グループに。いくつだろう、5つぐらい多分今入ってるんですけど。お忙しいですね、そうしたら、はい、お母さんも大変ですね。そうですね。あちこちあちこちね。はいはい、ね、まあ、でもその度にその人とつながって幸せな思いがね、はい、できるんですね。楽しませていただいてるので、ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後の、もうそろそろお時間なんですけど、はい、感謝の気持ちをですね、お伝えするコーナーなんですが、どうしよう。感謝の気持ちを伝えられますか。誰に伝えようか。
私は長年付き合ってるピアノの先生に、うんうん、ピアノ先生、あ、いいですね。さっき 山下先生ね、山下先生、お名前は島津先生です。島津先生、じゃあぜひ島津先生見てますよ今島津先生ぜひちょっとね、感謝の気持ち伝えましょうか。あまり言葉にして言うことができないんですけど、うん、いつもありがとうございます。うん、ありがとうございます。島津先生ありがとうございます。ありがとうございます。島津先生カメラの向こうでポロポロ泣いてますよ今全然今打ち合わせしてないかったので、はい、本当に心からの思いだと思います。本当、はい、ありがとうございます、はい、お母さんは何かどなたかに感謝の気持ちを伝えしますか。そうですね、やっぱり家族に、うん、はい、主人と、弟が2人おりまして、うん、はい、弟たちと、はい、父母と、うん、はい、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします、はい、いやなんか今日はすごく私はなんていうんですかね、こう穏やかな気持ちで、いつもなんかわーって騒ぐような感じですけど、そんな感じじゃなくて、なんかすごく、もうなんか、ね、はい、ね、なんかすごくなんだろう、こう原点に戻った感じの、そんな感じの気持ちで今日は伝えさせていただきました。どうもありがとうございました。最後にじゃあ大事にしたいことをいただいて終わりにしましょうか。ね、大事にしたいことのために。一番大切にしたいことは、うんうん、自分の体とピアノを弾いてる手です。ああ、手ですね。大事ですね。このピアノを弾いてる手ですね。どん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 、ね、またこれからどんどんそのいろんなところで、ね、コンサートっていうかね、弾いてもらって、で、もったなんか CD とかもね、またね、たくさん出していただけるとね、もっともっと伝わってくるかなと思いますね。はい、お母さんのことですか、大事にしたいこと、はい、うん、やっぱり先ほども言いましたけど、一つ一つの出会いが、うん、今の娘と自分があると思いますので、うん、でさっきもね、和子さんと出会って、うん、なんかこんな素敵な、ああそうですね、はい、やったやったイエーイってやつですねね、こういう出会いがすごく嬉しくって、うん、毎回も本当にあったかい方たちの出会いが本当に楽しくて、ね、嬉しいですね、はい、和子さんも帰ってくれたね、はい、じゃあありがとうございます、ね、ありがとうありがとうございます、はい、でもうそうですね、もう私も本人に一番言いたいですね、うん、生まれてくれてありがとう、うん、生まれてくれてありがとう、はい、ね、本当に普段口に出して言うことはないんですけどやばいですね、ちょっとね、ぐっときちゃいますねこれからも元気で、はい、活動いいね、もう愛されてますよ、本当に愛がいっぱい、はい、はい、どうやって終わっていいのか分からなくなりましたけどということで、本当に今日は本当においでいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。なんかこういう活動がどんどんね、世の中に広まればいいなと思いますね、はい、でやはりその障害を持ったね、親っていうかね、親御さんもやっぱり悶々としてたりとか、なんかいろいろとこうね、こうやむにやまれないその気持ちをね、そのこう伝えられなかったりとか聞いてもらえなかったりとかいうようなことで、ね、大変な思いをしている人がたくさんいると思うので、ね、こういう活動を見てなんか勇気づけをねしてもらえるといいかなと思いますので、ぜひまた機会があったらおいでください。ありがとうございます、ね、なんか新しいこと活動が始まったらまたぜひご紹介しに来ていただければと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めてねご紹介しましょう、ミュージシャンの清水麻衣さん、そして、清水千鶴さん、ね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。始まったばかりだから最初